これめっちゃうまい。あ、それもすごい美味しそうだね。メアリちゃんはそれ何飲んでるの？梅酒ロックだよ。ちなみにまつりちゃん、同じもの飲んでるし、この質問これで5回目ね。次それ飲もう。それと、この子はさっきから何をしてるのかしら。あ、忙しい忙しい。あ、よいしょ。あ、いきなりですね。あ、いつもより多めに。何？何これ。あ、そういえば、ツッキーが月のお酒持ってきてくれた。え、団子は突っ込まないんだ。あー、すいません。友達のワルちゃんのクラファンの時にお金なかったんで代わりにあげちゃいました。マジ？今度月に作りに行きましょうよ。だからだからゴリラが最強なんだって。ウサギだって負けてないよ。可愛いもん。何の話？どの動物が一番かって話なんだけど、ウサギに決まってるよね。なんなんなん。ゴリラはね、優しくて森の賢者なんて呼ばれてるのに強くて、握力なんて500キロくらいあるんだからね。動物界一だよ。そうなんだ。ウサギはね、可愛いし、尻尾もプルプルって振って可愛いし、あ、ウサギに助けてもらえば世界征服だって夢じゃないんだから。それはただの嘘では。まつりちゃんはもちろんゴリラだよね。うん、うん。好きな当然ウサギでしょ。一部そう、部分的にそう。2対2、残るはメアリちゃん。どの動物が一番だと思う？え？私？私は…うん。おいで。はい、ポッチが一番だと思う。メアリちゃん、ポッチはアニマルやない。悪魔じゃ。